ちゃ元気。それ糸擦れないようにね。糸どうなってる、どうなってる、ちょっとそれ。ちょっとここ聞こえ。ちょっと待って。ちょっと、はい、はい。じゃあちょっと前上げたって、前上げたって。もう一回回す。はい。ベイブルでした。はい、ベイブルね、了解。ベイブルでヒットです。ベイブルでヒット、ありがとうございます。ありがとうございます。前買ってあげて。いや、初ガツオです。ダメでしょ、バラした。これだけは。縁起物ですからね。そんなちっちゃくないと。前まで行っちゃってください。ベイブル食った。じゃあベイブル見しようかな。何でしょうか、魚は。まさかシイラじゃないですよね。ハンデルとかここで。ブルブルしますか。ブルブルしましたよ。今年初ガツオですよ、ショウって。おめでとうございます。素晴らしい、来た甲斐がありましたね。早起きして3時半起きですよ、今日は。もうじき僕はもうお眠の時間になるところでございます。早く1本取って取らないと。引いてますね。何号ですか、 B はこれ。 1.5 です。 B1.5 か。いや、そんな見えないだったらとても上がんねえ。ここでカツオでこんな、そうですよ、乳酸溜まりそうな。あ、でも目地ってことない、深く入んない角度、そんなことない。したいじゃあ目地かもしれないよ。カツオだともうちょっと横に行くじゃない、これ結構深く行ってるじゃん、ね、こう。そうなんですよ、深く深く行ってるから、あれ目地かもしれない。どうしましょうか、まあ、目地だったらカメラ待ってますよ、もうリリースです、その場合は。あれ、キメジですね。ですよね。はい、キメジです。5キロぐらいあるよ、これ多分。ガツオにしちゃ重いんじゃん。あら、5キロぐらいあるよ。あー、いいサイズだ、いいサイズだ。おお、ナイスナイスです。マグロさんです。マグロですよ、皆さん。もう、数字巻かなくていい。いい、いいですか。ギリギリ入った。はいよね、1キロ2キロです。すごいもん。はい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。いいサイズ。5キロもっとあるかもしれないよ。おめでとうございます。いやー、マグロさんですよ。おめでとうございます。1.5 には荷が重いと思われるような魚です、これは。よかったね、針があれで取れなくて、折れなくてね。本当ですね。ペンチが、あ、はいはいはい、はい、ペンチです、はい。いや、おめでとう。素晴らしい。針がよく持ったっけね。こんな細い針で。おお、ナイス。伸びてますね。伸びちゃってますよ。ちょっとカツオかと思って。いやいやいや、いいサイズ。でかいのがいる、でかいのはこれやばいよ。本当はこれマグロタックルで取れたサイズだよ、これは。そんな、俺の属性が分かったら絶対翻弄されておしまいだけど、ホットスタッフだからよかったんだよな、あれ。あ、写真撮る、写真撮る、写真撮る。ちょっと向き変えるから船の、待ってて、ちょっと待って。じゃあ魚持ってください。縦持ちです。あとは横持ちか。はいはい、どっちでもいいよ、縦持ちでも持てる方で。落とさないでね。あ、いいね、いいよいいよいいよ。取れた、大丈夫、取れた、取れた、 OK。 血抜きしてください、血抜きを。そこでしちゃっていいよ、血抜き。もしあったら水流すから、それまでボボを作っちゃって、ほいで。増えてきちゃいましたね。当たらなくなりました。今ね、ヒットルアーベイブルですね。まだ測ってないけど、多分5キロは超えてますよ。5キロぐらい、5キロから6キロのキメジでした。ありがとうございます。
でございます。でかいのいますかね。ああ、僕は見てないけど、カツオのでかいのがいたって言ってました。最初にかかったのはカツオのでかいやつでしたよ。了解です。やっぱ下に行くんで、これメジじゃないのって言ったら、やっぱりメジでした。